佐賀江高本は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。佐賀江氏の十八代当主であり、佐賀江氏最後の当主。佐賀江城、ぬくみだてなど、大江氏宗家、では吉川氏の吉川元綱の長男として誕生。当初は、吉川宗家を相続したとみられる。佐賀江氏十七代当主、佐賀江健広の失聖となった、末弟柴橋頼綱が、 健広の娘と長兄である高本の縁談を仲介し、高本が佐賀江市十八代を継ぐことになる。しかし、佐賀江市当主の座は佐賀江金広と最上義満の間で義満の子、義安を婿として同志を継がせる約束があったことにより、両家の間には確執が起こり、さらに同族である左、沢氏や溝、縁氏からの反発も招いた。なお、 吉川宗家は弟、高弘が継いだ。天正9年から天正10年にかけて、もがみ義満は新城を中心に、大宝寺氏と争う。その後、義満は、無刀氏攻略を目指し、無刀氏の家臣前森氏を調略し、前森氏は、無刀氏の居城を、補助を取り囲む。高本は、自ら六十里越を通り、遠赤関係にあった、大宝寺義氏の救援に向かうが、 到着前に、武藤氏は滅亡。その際、大閤しめじより三千フッツの画像三の隊を持ち帰り、ジオン寺ミ六堂に寄進している。天正十二年六月七日、もがみ光が、佐賀総北方を領する白鳥長久を誘殺し、間髪を入れず三千の兵で、白鳥市本郷屋地上に攻め込む。佐賀から芝橋より綱も救援に駆けつけ、 白鳥氏との連合軍2000の兵で当たる者の,の破られ、数日のうちに、八千城は落城。時を移さず、義光が、佐賀江城攻撃の態勢を整え押し寄せると、柴橋頼綱は、白鳥氏九神を救護して最上川を越えて、最上氏市の陣に攻め込み、津川を越えて、中野の出城まで到達した。義光は策を巡らせ、偽りの退却と鉄砲隊の伏兵によってよ綱は、 打ち取られた。その翌日、最上氏が佐賀江に打ち入ると、佐賀江茂来衆は体制を立て直す余裕もなく、最上氏に下り、高本は、ぬくみ立てに逃れたものの6月28日、3名の中心と共に自害し果てた。また、弟、高博や家臣12名も、ぬくみ立てで自害している。佐賀江兼弘が、母上吉安生の婿入りを約束したとすると、天正四年、 高本の海地安土城が減損するため、天正3年天正を4年に、佐賀江城主になったと推定される。現、山形県鶴岡市大戦。現、山形県西村山郡大江町岩見。ふるさと佐賀江の歴史 P85、佐賀江市市城間、p 7 7 5八津沼城主。ありがとうございます。